オロチは、1925年製作、公開、二川文太郎監督による日本のサイレント映画、剣戟映画である。バンドをつまさぶろうプロダクション設立第一作であり、日本に剣戟ブームを起こした、記念碑的作品である。オロチの死因感学者、松清志長山の娘、奈美江と、その弟子で、正義感の強い若侍、クリフ・ヘイサブローは密かに愛し合っていた。 平三郎は、死の誕生祝いの夜、同門の家老の息子の波岡の無礼を起こり、湾力沙汰に及んだことから破門を命じられる。また、波江を、中傷誹謗していた家中の若侍を懲らしめたことが、逆に、長山の誤解を招き、死からも破門され、石もて追われるように故郷を捨て、旅に出る平三郎。平三郎は、自分が正しいと信じてやったことがことごとに、周りから曲解され、 その心は、次第に進んでいき、無来の老人となり下がり、虚無の深淵に沈んでいく。たまたまある町の料亭で働く地を知り、女の情を求めて、牢を破って尋ねた者のすでに代は、人の妻となっていた。堀に追われた平三郎は、教閣、二郎三郎元へ飛び込むが、この教閣が食わせ者。病に難重する旅の夫婦を助けたは良いがその妻に、 いいよりで米にしようとする。しかもその最女こそ、かつての恩師の娘、初恋の人の名見であった。平三郎の白人一戦、見事、二郎三を切り捨てるが、もはや脱出叶わず、従従二従従の獣位の中に落ち、乱闘また乱闘の大立ち回りの末、ついに力尽き捕らえられ、群衆の悪魔を浴び聞かれていく。その中に涙に濡れ、 平三郎を不汐がむ波江夫婦の姿があったことを群衆の誰一人知る者はいなかった。クライマックスシーン。街のセットでの大立ち回り。1925年6月、23歳の若きスター、剣劇俳優の坂東綱三郎が、東亜記念話から独立し、坂東綱三郎プロダクションを設立、記念すべき、第一作として制作されたのが本作、オロチである。 同時期に東亜キネマから独立した牧野肖像が葬式を取り、記載と呼ばれた鈴木きた六平がオリジナル脚本を書き、解決高の二川文太郎が監督した。鈴木きも二川も牧野映画時代からバンツマ映画を支えてきたバンツマの名優だった。はじめ、ブライカンというタイトルであったが、検閲からのクレームがつき、おびただしいシーンのカットの末、おろちに解消された。 本作は、牧野プロダクションが配給し、牧野東京派の高松と与次郎が経営する浅草の映画館大東京をフラッグシップに、同年11月20日、全国公開された。ただし、公開順は、東京の東撮影所で撮影した第二作、偉人娘と武士の方が先であった。坂東つまさぶろうは、独立第一作ということもあって、 本作のフィルムプリントを手元に保管していた。妻サブローの没後、コレクターが所有していたプリントを、弁士の松田春水が譲り受けて、戦後サウンド版で公開され、ホームビデオや DVD で販売されるようになった。今日、戦前期の剣劇映画の大半が紛失した中で、奇跡的に全編残されており、その意味でも貴重な作品である。著作権の保護期間が満了し、 現在パブリックドメインにある作品である。米国ロサンゼルスの日本映画専門館で本作が上映された時には、ジョセフ・フォン・スタンバーグは毎日のように通い、何百人が切られるかを数えたという。本作のストーリーは、社会的メッセージが強く、当時の対象デモクラシーの風潮に呼応して、多くの観客の共感を呼んだ。すすた六平は、世に無来感と称するもの。 祖は天地に恥の正義を理想とする若者にその汚名を、着せ、明日を知れぬ、流天の人生へと突き落とす、支配勢力、制度の悪ならずやと字幕を挿入したが、当局の検閲で、〇〇カットとなっている。ラスト3巻の大立ち回りは、27分間の、長丁場を、同じ手を二度と使わずに展開するという危機締まるもので、非装備の極地とまで言われた。この立ち回りは、 脚本では、半生ランダ、大立ち回りと一個あるだけだが、十手、補助を、六尺棒、熊手、さすまた、袖絡みと、ありとあらゆる、取り物道具が動員され、河原投げ、目つぶしと、キャメラの上移動やパンを重ね、それまでの優長な歌舞伎町の方を徹底的に破壊し尽くした。目つぶしで閉平三郎の目が眩む場面では、幻覚感を出すためフラッシュバック風に、 黒駒を間につなぎ、テクニックに工夫が凝らされた。観客の熱い共感を得た、この革命的な盾をつけたのは、幻の盾師と言われた、市川桃栗で、番妻が、妻三郎プロを立ち上げて、温帯と呼ばれるようになってからも、おい、妻ちゃん。と、気安く番妻を呼んでいたという人物だが、出身経歴などは、一切不明という、国勝時代からの同僚、玉木歌子。 本作の制作から41年が経過した昭和41年に制作された星川誠司と中村務の脚色田中徳造監督によるリメイク作。主演は市川雷造である。ありがとうございます。